Hi guys, welcome to TGK Light Up TV! ということで、かなり久しぶりになってしまいましたが、TGK Light Up TV、ちょっとね、最近、いろいろね、今、働かせてもらってるスクールの方で、いろいろ、そのスペシャルクラスっていうのが始まって、ちょっと動画の編集だったりとかっていうのが、パッと量が増えて、バタバタしてるので、なでしこのね、分析のブログもやりますって言ったものの、全然更新できずに終わって、かなり1ヶ月ぐらい経ち、で、こっちのライトアップ TV も、結構ね、更新の時間、期間がちょっと空いてしまって、申し訳なかったなと思うんですけど、ちょっとこっからね、追い上げていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、で、そのね、期間が空いたうちに、なんとチャンネル登録者数が200人を突破しました。イエイ。はい、更新しない間にね、なんかいろいろ見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。今年の目標ね、1000人、チャンネル登録者1000人って言ってて、いや、まだ5分の1なんですけど、でも200人ってすごくないですか？何にもない私のチャンネルに500人、違う、200人、いや、すごいなって思いますね。はい、これからもぜひ広めていただいて、チャンネル登録してもらったらいいかなと思います。はい、はい、ということでね、今日は久しぶりにあの企画やっちゃいたいと思います。 TGK のグローブ紹介コーナーです。イエイ。はい、今日はね、すごいですよ皆さん、発売前のキーパーグローブをスペシャルな状態で入手いたしました。それがこちらです。じゃじゃん、プレミアゲレーロネガティブピンクということで、これはいつ発売だったかな、5月に発売する、一応サッカーさんのグローブです。はい、見ての通りピンクが大好きな私がまたね、黒ピンクのグローブを紹介するという、前回のエレボスも黒ピンクでしたもんね。どんだけピンク好きなんだっていう話なんですけど、で、ちょっと中開けていきたいと思うんですけど、このゲレーロっていうのが今年の3月に出てきたモデルらしいんですよね。で、もうなんて言うんだろう、簡単に言うとザ・キーパーグローブ、なんか最近軽量のキーパーグローブとかいろいろこうゲルがついたようなものとかあるんだけども、なんだろう、普通のキーパーグローブなんだけど、すごいフィット感が高いらしいです。で、しかもちょっと注目してほしいのがここです、キーカーリ。こっちはなんと TGK、 はい、ネームも入れてもらっちゃいました。はい、ネーム加工、いくらだったかな、1000円プラス税なんで1080円ぐらいできるのかな。なんでこれつけとくと、ちょっと名前付きのグローブってかなりテンション上がりますよね。かっこいいし、デザインもこんな感じです。はい、で、カットはロール、ここ2つがロールになって、こっちが2つがネガティブになってて、親指とかここの人差し指小指がロールになってる、ロールネガティブっていう形になります。ちょっとつけてみたいと思います。右手にしようかな。いや、これかなりかっこいいですよ、デザイン。こんな感じですね。こんな感じ。ちょっとボールを準備してなかったな。こんな感じです。ちょっとかっこよくないですか？しかも名前も入って。ね。で、ここのネガティブになってるところが結構細くて、全然隙間がない状態です。私これ7号つけてるんですけど、隙間があんまりないような状態で結構フィットしてます。めっちゃいいですね。で、手首もすごい、ここがメッシュみたいな、なんて言うんだろう、
メッシュみたいな生地になってて、こう手首も非常に動かしやすいです。で、あの HO サッカー特有なのか分かんないですけど、こうちょっとこうまっすぐなってるんじゃなくて、今力抜いた状態だとこう丸みを帯びてるの分かりますか。これがこうボールにこうキャッチした時にフィットするような手の形に自然になるようにグローブは設計されてるそうです、うん、でしかもあのここの指のところ、ここですね、にも切り込みが入ってるんで非常に手が動かしやすい、あまりストレスはかからないっていう感じですね、うん、いやでパームがピンク、後ろがピンク黒で、バンドもピンク黒、かっこいいな。ちょっと今日スクールあるので実際に使ってみたいと思います。で、新品のグローブってあの実はこのなんていうんだろう、乾燥しないようにコーティング剤っていうのはついてるんで、本来であればプレウォッシュって言ってこう軽くね洗った方がいいんですけど、今回はちょっと早く使いたいので、別に私試合に出るわけでもないので、ただ指導するだけなので、このまんまちょっと今日スクールで使いたいと思います。いじりコーチです。いじりです。新作グローブを試すために PK 対決付き合ってもらいます。何本勝負ですか。3本勝負でお願いします。じゃあじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、どっちがいいですか。じゃあ高校で。高校で審判は新しく来た堀田コーチが務めます。お願いします。はい、はい、ということで、新作の5月発売のキーパーグローブ、名前加工もできますんで、ぜひ、キーパーグローブの新作の情報とか、あとは買いたいよっていう人いれば、こっちの QR コードの方にぜひ、メッセージをください。いい情報がもしかしたら得れるかもしれません。 TGK ライトアップ TV チャンネル登録と、あといいねよろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。 See ya。We'll be right back.